室町時代を起源とし、五穀豊穣と無病息災を祈願する伝統的な民族行事です。反対かな。この祭りは室町時代後期から480年ぐらい続くお祭りなんですけど、ご承知のように昔はこの辺は一帯は農耕社会ですので、牛馬のお祭り、それから家内安全のお祭りが脈々と470年以上80年続いてきてます。途切れることなく続いてきているお祭りです。こういうお祭りすることによってやっぱし村社会というんですかね、地域のつながりがとても深くなるような、そういうお祭りでもあります。単に神様をお祭りするというだけじゃなくて、それから今日私が当人を務めさせていただきますけど、昨年1月20日から当家に三雲神社の神様ご神体をお預かりして、毎日お米お酒を捧げお守りしてきました。今日新たにまた次の当人の方へ神様を引き継ぐお祭りでもあります。皆様、新年おめでとうございます。おめでとうございます。平成27年の桃田祭りが、安倍典子様のお宅で執り行われます。誠におめでとうございます。もろもろの我が事を積み汚れを清めたまえと申すことのよしよ。男、女、牛、馬の伊豆、豊後の国、大分郡、田目川、氏子中、当人、安倍典人。
ほら、ね、こんな残念だけど、ね、はい、もうちょっと。